日本の軍事力強化が急ピッチで進む中、2024年度の概算要求も過去最高となった。これは軍事費世界第3位となっているのはご存知でしょうか。そんな中、現在進行中の軽空母改修工事費に423億円計上と情報を入手しました。今回は、護衛艦いずも、加賀の来年以降のスケジュールを詳しく深掘りしていきます。いずもは、南シナ海周辺で、日米豪での合同訓練を頻繁に行う中、F-35B 戦闘機艦載はいつ頃になるのかも気になるところです。中国の崩壊が始まる予感がしています。2023年8月末日に、日本の来年度の防衛予算の概算要求額は、およそ7兆7385億円に達することが防衛庁より公表されたが、言うまでもなく、これは太平洋戦争後の日本における防衛予算の規模として、これまでで最も多い。現岸田政権が今年2023年度に計上した当初の防衛予算額はといえば、およそ6兆8219億円であり、これに比しても確実に1割以上の増額が要求されており、最終的な着地点は年末まで不透明とはいえ、大幅な更新は間違いないだろう。今回の2024年度の防衛予算の概算要求において、金額の上位を占めているのは、まず、統合ミサイル防衛に関する支出でおよそ1兆2713億円が計上され、中止されたイージス・アショアの代替となるイージスシステム搭載艦2隻の新造分などが中心だ。次に多いのが、今後の日本の防衛に必須な装備として、日本政府や防衛省が推進しているスタンドオフ能力の獲得に関してであり、およそ7551億円の予算をその整備に投じることが打ちされており、防衛費の今の現状を投影している。スタンドオフ能力とは、仮想敵国の備える防空網の外側から攻撃を可能とする長距離打撃兵器を意味しているが、具体例としては、アメリカから購入するトマホーク巡航ミサイルや国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型がこれに該当する。トマホーク巡航ミサイル、1人式地対艦誘導弾の能力向上型ともに最終的には、最大射程距離でおよそ 1500km に及ぶ性能が見込まれており、現有の自衛隊の装備品からすれば、まさに、桁違いの能力を秘めている。現在、陸上自衛隊が配備を行っているオリジナルの1人式地対艦誘導弾は、最大射程は 200km 弱にしか過ぎず、切れ、ゆえに、南西諸島の防衛には、複数の島嶼部への分散配置を行うしか運用する方法がない状況でもある。トマホーク巡航ミサイル、1人式地対艦誘導弾の能力向上型ともに、ミサイル本体の飛翔速度は音速ではあるものの、現状に比すれば展開する地域を格段に拡充することが可能となる点が非常に期待されている部分であろう。こうした統合ミサイル防衛に関するおよそ1兆2713億円、スタンドオフ能力の獲得のおよそ7551億円の2つだけでも、その合計額はおよそ2兆円となっており、2024年度防衛予算の概算要求の4分の1を超える金額に達している。こうした大きな防衛予算の投資のトレンドと並行して、現時点で海上自衛隊の艦艇の中にあって、最大の規模を誇る出雲、片護衛艦の航空母艦化改修についても、この2024年度の概算要求の中に組み込まれている。出雲・片護衛艦は、海上自衛隊の艦艇の分類上では、これまでヘリコプター搭載護衛艦 DDH と位置づけられてきたが、最大で14機の各種の回転翼機を艦内に収容し、最大で5機の同時離発着が可能な機能を有している。出雲・片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル。最大幅が 38.0 メートルの艦体を持ち、2015年3月に1番艦、出雲、2017年3月に2番艦の加賀が就役を迎えた艦艇である。これら1番艦、出雲、
2番艦の加賀、ともに、出雲、片越艦の建造は、両艦、ともに、ジャパンマリンユナイテッド社が担い、前者が、神奈川県の横須賀基地、後者が、広島県の5基地におのおの配備され、運用が行われている。建造時には、1番艦、出雲は、およそ1208億円、2番艦の加賀は、およそ1170億円が費用として計上されたが、例えば、最新鋭のイージス護衛艦タルマヤ型が一隻およそ1700億円ほどの建造費であったことに比すれば、大きさの割に、割安な印象すら受ける。出雲片護衛艦は、航空母艦化改修にあたっても、建造元のジャパンマリンユナイテッド社が引き続き担当しており、両艦ともに、5年に一度の大規模点検のタイミングに合わせ、都合2回に分けての改修工事が行われている状態だ。これまでに、出雲片護衛艦は、航空母艦改修の工事費用として、過去の4年間で、2020年度がおよそ31億円、2021年度およそ203億円、2022年度がおよそ61億円、2023年度がおよそ52億円と、総合計ではおよそ347億円が投入されてきた。そして、今回の2024年度防衛予算の概算要求では、これらに続いて、およそ423億円の航空母艦化改修費用が計上されており、これまでの中でも突出して、高額な予算となっているが、これは、1番艦の出雲を中心としたもののようだ。ここで、1番艦の出雲は、全通式の飛行甲板の先端を、現行の台形状から、スクエアな四角形状に拡幅する大工事が行われるが、実は、この工事は、2番艦の加賀の方が2021年度予算で先行して実施されたものだ。それでも、同じ飛行甲板の拡幅工事が、加賀が行った2021年度予算ではおよそ203億円だったものが、今回の出雲の2024年度予算では、倍以上のおよそ423億円になっている点に疑問を抱かれる方も多いかもしれない。しかし、今回の出雲の工事には、こうした飛行甲板の拡幅工事に加えて、艦内に艦載機となる F35 ライトニング 2B 型を収容して運用するための格納庫や必要備品の整備も加えられ、それによって増加しているのではないだろうか。もともと、出雲片護衛艦の航空母艦化改修にあたっては、艦内に艦載機となる F35 ライトニング 2B 型を収容して運用するための格納庫や必要備品の整備が必須であるが、その最も合理的で効率的な環境を実現するべく、その部分は後回しとされていた。これは、すでに F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の状況をベンチマークし、その結果を出雲片護衛艦に反映させる手法を取るとされていたもので、その分を含めた工事の追加コストだと思われる。こうした航空母艦改修を予算上からも着々と進めている出雲片護衛艦は、1番艦出雲、2番艦加賀、ともに、現時点では2027年度中にその工事をすべて完了させ、晴れて F35 ライトニング 2B 型の運用を可能とする見込みだ。ただし、現状のヘリコプター搭載護衛艦としての出雲型が、前述したように、最大で各種の回転翼機を14機ほど収容して運用可能なキャパシティであることからも、想像が可能なように、F35 ライトニング 2B 型の収容数もそこから増加させることまでは見込めない。現状では、航空母艦化改修が完了した出雲片護衛艦が、艦内収容可能な F35 ライトニング 2B 型の数量は、およそ10機前後と目されており、あくまで軽空母とは言うものの、航空母艦を称するには、決して大きなキャパシティとは言い難い。そのため、南西諸島方面への軍事的な圧力を強める中国海軍を想定した場合、同海軍がすでに就役させている遼寧や山東といった航空母艦に対しても、それらの艦載機数である30機から40機という数には正対できるものとは言えないだろう。すでに中国海軍は昨年2022年6月に
ついにカタパルトを装備すると、喧伝している3隻目の航空母艦、物件を浸水させており、こちらは、艦載機数も、遼寧や山東よりも増加させた上、艦載機の搭載する兵装面も、より強力となることが確実視される。出雲、片護衛艦の航空母艦化は、そうした中国海軍の航空母艦らと真っ向から対峙することを想定したものではなく、あくまでの南西諸島方面の防衛にあたり、現状沖縄にしか航空戦力の展開可能な滑走路がないことを補完するものと捉えるべきなのだろう。